コレクションの泉田コレクション、実はこれ泉田コレクションです。でこの方俳優でもう亡くなったの、大正ぐらいの方ですね。亡くなった後はこの海洋堂というこのフィギュア、ゴムのね、ゴムのフィギュアを作ってる、人形を作ってるところが買い取った。でそこの刀なら刀屋さん、包丁なら包丁屋さんが作ってる。だから全部本物で切れる刃物がついてる。そこがポイントなんですこれ、ね。それがおもちゃだったら見る価値がないでしょ。非常に貴重なね、これ展示したので、ご覧いただいてね、よく見ていただいて、1部、2部、3部というのが分かれてます。1部というのはミニ、で2部というのはこのパンが持ってる感じの人なんですよ。僕が海洋のフィギュア、この方ね、東京の向島っていうところ、下町の江戸っ子、周りには職人さんたちとか、職人さんたちはどう思ってると、その道具がゆくゆくは伝われていくだろう、だから日本の文化が伝えるのを惜しんで、お金をかけてる。そこを見ていただきたいってこと。あ、どうだ、はい、よかった。あ、そこみんなちょっと説明してる。これ本物なんで、そこ今分かっていただいて。ということで、まずこの方の個人的な、ね、そのコレクションです。でこの方亡くなった後は、この海洋とか行った、まあ、まず見ていただきます。あとね、そこの駅をさっきのフィギュアでね、6000円から10万円で出てありますから、ぜひそれ探して。南部の鉄瓶は鉄を使って作った鉄瓶、これはちゃんとこうた備前焼の土で作った、じゃあちゃんとこう職人が出る。